これを君に受け取ってほしいんだ。このような高価なものは、その、受け取りできません。受け取れない？いえ、その、こんなもの、私には、過ぎていて。さよ、これはお願いじゃない。命令だよ。この指輪を受け取って、ね。ここからはもう命令じゃない。さよ、明日までに言葉でない形で返事がもらいたい。わかるね？どうすれば。もうこれ以上は命令じゃないから、僕は君に命令はしない。でも指輪は指にするものだからね。気に入ってくれたなら好きな指につけてくれればいい。もうこんな時間だね。今夜はこれくらいにしよう。君に左手につけてほしいと命令することもできるかもしれない。君も命令されればそれに従えるという臆病な甘えがあるかもしれない。でも最後のここだけは君のさよの意志でしてもらいたいんだ。わかるね？はい。だからそれが命令。今夜よく考えて明日その返事を見せてほしい。そろそろゲストハウスに戻ろうか。これ以上遅いとみんなを心配させちゃうよ。すみません。私、その、お屋敷に用を思い出しまして、その、お屋敷へ行かねばなりません。こんな時間に？本当かな？